木に絡みつく、締め殺しの木。メルボルン王立植物園締め殺しの木とは、熱帯に分布する一軸属や一部のツル植物などの属称である。締め殺し植物や締め殺しの一軸などとも呼ばれる。他の植物や岩などの木質に巻きついて、締め殺すように成長するためにこの名前がついている。代表例として、以下の植物がある。これらの木は、 植種子植物を締め殺すという共通の特徴を備えており、一軸属族のものを中心に多くの熱帯雨林に見られる。この特性は太陽光をめぐる競争が荒烈なくらい森林の環境に適応した結果、獲得されたものである。締め殺しの木は着生植物として成長を始める。多くの場合種子は鳥によって散布され、 宿主となる植物の木の枝の,の表皮の割れ目などに落ちて発芽する。種子が発芽すると、その苗は地面へと根を伸ばして地表に達すると幹として太くなり、さらに多くの根が宿主の表面を覆うようになる。その一方、枝は髪型へと成長して、宿主の樹幹を越え、日光を得る。締め殺しの結果として、宿主側の植物が枯死した場合には、 締め殺しの木の中心部分が円筒形の空間となり、しばしば空いたまま残る。朝日新聞掲載、キーワードの解説。コトバンク。2018年4月28日閲覧。ゼクン、ジョーマイケル、G ・ジー・キルバート、モリシア。フローラ・オブチャイナゴ。21から73。PDF ハットセルビンキー。V オーストラリアン、ネイティブプランツ。 リードブックス、ピアニッシモ、176ピアニッシモ、ISBN 0730100200、ライトインザ・レインフォレスト1992トロピカル、トピックス、ボリューム1ナンバー 5PDF。ありがとうございます。